実習胸庭園、山本放水、ラフ1880年頃山本放水、浦島津1893から1895年、ゴロギュスターブモロー、ピエタ1854年岐阜県美術館は、岐阜県が運営している公立の美術館である。1982年11月開館、中部建築賞受賞。岐阜県出身者やゆかりのある画家、 芸術家の作品を多数収蔵する一方、オディロン・ルドンの作品、目を閉じて、アズマヤの下の二人の女などを多数収蔵している。展示は常設展示と企画展示があり、企画展示については年に6回程度行われている。庭内には、幾多のモニュメントが展示してあり、鑑賞しながら散策することができる。また、ミュージアムショップでは、書籍やポストカードなどの他に、 地元作家の商品や雑貨も販売されている。2010年から展示室の増築工事が行われ、2012年1月にリニューアルオープンした。大規模改修工事のため、2018年11月4日から休館し、2019年11月3日にリニューアルオープンした。ありがとうございます。